皆さんこんにちは、海のひとときです。今回は久々の夜撮影です。これロープって入ってます？知り合いの先輩と一緒にアジングの撮影をしようと、今回はある堤防にやってきました。すごいな。今回はタイトルの通り紛れもなくすごい映像が撮れたので、ぜひ最後まで見ていってください。深海、深海28みたいに言うじゃん。では早速ここでドローンを海に落としていきます。このドローンの光でかなり多くのベイトが水面に集まっているようでした。さあ、いよいよここから水中の映像になります。水深は堤防下で約7から8メーター。夜なのでプランクトンがかなり視界に入り、少し見づらい映像になってしまっております。早速タカノハダイがお迎えしてくれました。海底や上層にもこの映像で見れるようにベイトが非常に多いコンディションでした。また上層にはアジやサバ、イワシなどが多くいました。かなり大きいシーバスを見つけたので、規格を変更し、アジをフリーで泳がせてみることにしました。ここからは映像のみでお楽しみください。
60センチの玉網からはみ出るほどのサイズのシーバスが今回アジの泳がせ釣りで釣ることができました。夜の撮影でシーバスのヒットシーンが撮れたのは僕的には非常に大きな成果だったと思います。撮影に協力してくれた方々には改めて感謝ですね。来週もまたこの企画の続きが実はあるので、ぜひ楽しみに待っていてください。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録また高評価のほどお願いいたします。